京成八幡駅は千葉県市川市八幡山頂目にある京成電鉄本線の駅である。駅番号は KS16。当駅は東京都交通局東日本旅客鉄道の元八幡駅と地下通路を開始接続している。ただし乗り換え案内及び定期券での連絡運輸は都営地下鉄とのみ行っており JR 東日本とは行っていない。 駅周辺の再開発地区あたり駅は、市川市の行政、商業中心地に位置する中心駅の一つであり、京成本線の全有等列車が停車する。近傍には、東日本旅客鉄道、東京都交通局の元八幡駅が位置し、都営地下鉄とは、南口の脇に出入り口がある地下通路で連絡している。また、JR 東日本の同駅とは、 都営地下鉄の地下通路にて接続する。なお、元八幡駅とは、都営地下鉄との連絡定期券の発売を実施しているが、JR 東日本との発売は実施していない。駅周辺の菅野八幡地区は、江戸時代から豪商、不合の別荘地として栄え、お屋敷街を形成する高級住宅街となっている。 小説家の長い家風が晩年に東駅近くに住んでおり、駅前の商店街には、家風の散歩道と名付けられた飾りの旗が見られる。家風の行きつけだった日本料理店、大黒家や、銭湯も現存する。駅と歩約五分の位置には、下宇佐国総鎮樹、葛飾八幡宮があり、毎年9月の例大祭では、多くの人手で賑わう。河野台から八幡にかけては、 東京医科歯科大学など3つの大学があり、市川学園をはじめとする、私立高校が7校、私立中学校が5校、私立小学校が3校と大規模な文教都市、学園都市となっている。当駅から JR 東日本の元ヤワタ駅にかけて、ヤワタ一番街のような商店街や、パティオ元ヤワタ、ヤワビル、ガレリアサーラ、グランドターミナルタワー、 元八幡などを代表する超高層マンションの複合施設、商業施設などが林立しているため、昼夜問わず多くの人で賑わう繁華街となっている。近年では、京成電鉄の旧本社老朽化に伴い、2013年9月17日に本社を千葉県市川市八幡に移転した。新社屋は当駅、都営地下鉄の元八幡駅両駅前の、 再開発地区に建設された。さらに、元八幡駅北口地区の市街地再開発事業、本八幡 A 地区第一種市街地再開発事業、本八幡 B 地区有料建築物等整備事業のような大規模な都市再開発が相次ぎ、多数の超高層マンションが林立する。南口には駅ビルの形成百貨店が建っていたが、 元ヤ幡駅北口再開発事業及び建物、老朽化に伴い2007年3月で2階から4階を閉店。1階のリブレ形成も2010年2月28日に閉店し、跡地は再開発事業により、2013年9月17日に従前の押上地区から移転した、京成電鉄新本社、ビル、グランドターミナルタワー元ヤ幡。タ。 ターミナルシティ元ヤワタアイビスが建設された。駅を発車する3000系電車島式ホーム1面2000の地上駅で、駅舎は、京上駅舎である。駅長配置駅。南口デッキにより、京成電鉄の本社ビルと直結している。ホームは踏切に挟まれており、これらはいわゆる、開かずの踏切となっているが、駅周辺の再開発と絡み、 当駅と当駅前後の立体交差化の計画もある。エスカレーターは改札内コンコースとホームの上の寄りを、エレベーターは北口出入り口と改札外コンコースを結んでいる。トイレは改札内コンコースに設置されている。改札外にはファミリーマートがある。発車表は3色 LED を使用していたが、2019年にフルカラー LED 式に交換され、駅案内放送も、 成田スカイアクセスの駅と同じ内容になった。2019年度の1日平均乗降人員は36,364人で、ある。京成線内69駅中、第12位。近年の1日平均乗降、乗車人員推移は、下表の通り。当駅は、東日本旅客鉄道、東京都交通局の元八幡駅と、地下通路を介して接続している。 駅西側には、東京外閣、環状道路、駅南側には、京葉道路、国道14号、千葉県道6号市川浦安線、千葉県道283号若宮西船、市川線が通る。以下、総武本線より、北側の施設等一覧。すべて京成バスによって運行されている。ありがとうございます。